こんにちは、戸田悟です。今回はですね、ソニーの SD カードをちょっと紹介したいんですけど、タフということで、なんかもう水に濡れても大丈夫みたいな製品なんですね。なので、とにかくですね、ちょっとその辺のテストをしてみたいなというふうに思います。はい、今回はですね、ソニーのこちら、タフシリーズのですね、SD カード、新しいモデルを紹介したいんですけれども、値段ぶっちゃけ高いです。これはソニーストアですけれども、32で 13,068 円、64GB で 18,568 円、128GB となんと 36,000 円するんですよ。はい、この値段ちょっとなんとなく覚えておいてください。はい、でこれ今 Amazon なんですけど、でちょっと今回これをですね比較対象にしたいんですが、これですね100メガ秒なんですけれども、 64GB、 これはですねちょっと Amazon にもうないかもしれません。ちょっと古いんですけど、で今この動画を撮ってるのは実はこれなんですよ。150メガ秒あたりですね、これで64で1438円で、128でも120メガだと1872円、つまりすごい値段違うんですよ。ただソニーのこの製品は300メガなんですよ、秒。なので 4K の動画を撮るとか 8K の動画を撮る、特に 8K の動画なんていうのは、これ以上の速度出てないとダメですよみたいな話があって、早ければ早いほどいいわけですね。ですいません、 8K の動画を撮れるビデオカメラが僕の会社になくって、スマホは撮れるんですけどね、テストはできないんですけど、 4K は別にここまでなくても大丈夫、150とかでも大丈夫だと思いますが、まあ、動画を撮るときにですね、まあ、制限事項をちょっと見ていただきたいなと思いますけれども、まあ、とにかくこの製品の特徴は書き込み、読み書き早い、300メガと299メガですね、最大読み出しが300で書き込みが299ですよ。で他と比べると相当早いで、倍ぐらい早いですね。で早いから高いんですが、もう一個がやっぱりこれタフって書いてあるじゃないですか。ここがポイントで、強度18倍、防水防塵設計、ここが注目点です。はい、でですね、このタフシリーズはこのメモリーとボディを一体で成形してるらしいんですよ。でこちらは一般的なメモ SD カードは上と下のこの樹脂の間にメモリー部分を入れてこう挟んで超音波で溶接してると。でも作りからして違うらしいんですね。でこの書き込み禁止のスイッチというか、この、はい、レバーというかあるんですけれども、この辺もですねないんですよ。でとにかく壊れないように作ってると。で折り曲げ強度が一般的な SD カードのですね18倍、折り曲げ強度が一般的な SD カードの18倍なんですって。でちなみにこの SD カードちょっと曲げてみると若干たわむんですよ。ただこちらのタフシリーズは全くたわみません。がっちりしてます。まあ作りこんな感じなんですが、手にしててのですね、硬さ感が全然違うんですよね。やっぱり高級な製品だけあるなという感じがします。ということで、ではですね、このちょっと古い100メガ秒の SD カードに、ここにあるですね、2.69GB 約ですね、のファイルをちょっと書き込んでみたいと思います。はい、今来ましたね。はい、ここに書き込んでみますね。せーの、はい、はい、はい、1分30秒、はい、約1分30秒でした。はい、では続いてソニーのタフ SD に同じ作業をしてみたいと思います。認識も早い、早くないですか。そうですね、認識も早いよね。いきますよ。はい、いいですか。はい、せーの、はい。あ、もう見るからにめっちゃ早い。全然違う。はい、終わりました。11秒。うわ、もう全然違いますね。やっぱり作業性というか効率が全く違いますね。最新の高速な SD カードは全然違いますね。まあカメラで撮るのにここまでのパフォーマンスが必要なくても、カメラで撮った画像をやり取りする作業には相当違いがあると思いますが、当然あの書き込みが早いって読み出しも早いわけですからね。今回はちょっと読み出しのテストはしませんけれども、ファイルのコピーが早くできるというわけです。はい、で実は今回ですね、この SD カードソニーさんから借りたんですけど、コップに浸してもいいよと、コップの水に浸してもいいよって言われてるので、やっちゃいたいと思います。ということで入れます。ちょっとなんかドキドキしますけどね。ちなみに
5メートルからの落下でも大丈夫ということなんですけど、はい、でコップに思いっきりつけまして、さあどうでしょう、これで読めるでしょうか。はい、取り出しました。まあ、このままさすがにマックに入れるのは嫌だなということでちょっと拭きます。はい、で乾いた布でも拭きます。はい、まあ、ほぼもう乾きましたね。はい、これですね、やっぱりつなぎ目が全くないので内部に水が入らないってことだと思うんですよね。こういうつなぎ目のあるタイプでこの書き込み禁止のレバーとかがあるとですね、内部に水が入る可能性ありますよね。だ多分これも浸してすぐなら読めると思うんですが、2週間3週間経った時に中でカビとかサビとかが発生して読めなくなる可能性があるのかなと想像をしております。ということで、はい、でこちら刺してみますね。はい、しました。はい、まあ何の問題もなく、動画では残念ながら伝わりにくいと思うんですが、はい、何の問題もなく再生できました。まあちょっとですね、若干なんかダメなことも期待したんですが無理だったようですね。完璧に使いました。はい、ということでソニーのタフシリーズの SD カードをご紹介しましたけれども、ぶっちゃけ価格はですね、5倍とか8倍とかもしかすると10倍とかするんですよ。もちろん速度速い製品を選ぶとそんなに差はなくなります。はい、ただ、まあ、ユーザーとして何を選ぶかっていうのはもうその人の判断だと思いますけれども、仕事で使って撮った動画がなくなっちゃったら困るよとか、撮った写真がなくなったら困るよっていう方はもうこれを使うのがベストだと思います。ただそこまで予算が出せるかっていう問題ありますけれども、あとですね、僕が使ってるデジカメなんかはSD カードとか、コンパクトフラッシュとかも含めて2つ入るんですね。でそういう製品でダブルで書き込みしとけば、片っぽ壊れたとしても片っぽどうにかなるということで、まあ、僕はそういうのを使ってますけれども、そういうカメラを使ってる人はここまで高いの買わなくてもいいかもしれません。ただ SD カード何枚も持って持ち歩いているカメラマンの方とかもいらっしゃるんですね。やっぱり撮ったのなくなっちゃうと1日の仕事が丸つぶれということになるんであれば、まあ、日当とか1日のギャラとか売り上げ考えても、まあ高いものではないのかなというふうに思いました。で今回試してみて非常に快適だったので、まあ僕の会社でもちょっとまとめてこれ入れようかなというふうに思っております。ということで点数つけたいんですが、まあとはいえやっぱりもうちょっと安くなってほしいなという期待もありますし、そんな高いのいらないよというですね、僕のチャンネルの視聴者様からのコメントが多そうな予感もするということで、今回はですね、値下がりすることを期待して60点したいと思います。以上、ソニーの SD カードをご紹介しました。チャンネル登録もよろしくお願いします。